お話ししていただけますか。はい。あ、いいよ。皆さんこんにちは。あれなんか声がドヨンとしてますね。皆さんこんにちは。若干、はい、黒いのが茶色くなりました。ありがとうございます。毎度お騒がせをしております、柳瀬のダンボール柳瀬でございます。はい、いつも大変お世話になっております。うん、何、やかましいよあんた。今年無口なのに、ね、やかましいんですよ。ごめんなさいね。今日はね、本当に皆さん、あの東北の方も含めまして、柳瀬までようこそお越しくださいまして、ありがとうございます。私たちは、柳瀬商店街、そして岐阜をこよなく愛する柳瀬とそのマネージャーです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、いつでもどこでもまばらな拍手をいただきます。ありがとうございます。はい、なんとですね、まあ、ご存知の方もあるかもしれませんが、先週柳瀬はですね、なんと花の都東京に行ってまいりました。ありがとうございます。びっくりですよ。あのね、お国から呼ばれたんです。経済産業省からお声がかかって、はい、あの環境問題とかそういう問題じゃないのね、あの段ボールがどうとかそういうことじゃないんですが、地域活性のね、なんかどのコーナーで、はい、呼んでいただきまして、東京国際フォーラムというところに行ってきたんですが、もちろん移動は柳瀬本人、そして私とですね、新幹線で行ってまいりました。車掌さんに笑われながら止められることなく、はい、無事に行ってまいりました。はい、向こうでもね、関東のファンの方が非常にたくさんお越しいただいて、で、まあ、柳瀬の撮影もそうなんですけども、今あの柳瀬プリンというプリンを作ったものですから、そのプリンを、東京でも販売した時に非常に、ね、たくさんの方に買っていただきましたね。柳瀬でも食べたことないでしょう。食べれないもんね、あんた。柳瀬プリンっていうプリンを作ったんですね。あのここからね、ちょっとまっすぐ行ったところ、あのなんだ、そこをちょっと曲がってモスバーガーがあるんですけど、モスバーガーの斜め前に MB カフェというカフェがありまして、そちらで販売をしております。8月1日からまたここの柳瀬ブースで、iMap というマップをね、柳瀬のマップを配っておりますので、それをご覧いただきますと、その MB カフェも出てきますから、ぜひ皆さん一度お立ち寄りいただいて、この柳瀬プリン、あの開発に直接関わっておりますので、味の部分もね含めて、あのぜひあの食べていただきたいなというふうに思います。柳瀬のキッスの味や用とか書いてあるけど、まあ、ね、そう、それはどうかよくわからないけど。だって紙やん、紙。ね、どんなどっかの国の中、肉まんに段ボールが入っとった話はあったけど、ね、デザートには入れないでください。はい、今日はライブということで、柳瀬ルンバをですね、ヤーナナーナ、ヤーナとナーナに歌っていただくんですが、今ね、どっちかは分からないけど、どっちかがいませんので、もうちょっとお話をさせていただきます。はい、どっち、これはナーナちゃんやね、ヤーナちゃんがね今、はい、あのもうすぐ来ると思いますので、もうちょっとお待ちいただきたいと思います。ですね、ヤナナに関するグッズはお買い上げいただいたことありますかね。なんかグッズ1個でも持ってるっていう人手挙げてください。あれ全然いないじゃないですか。これもう皆さんこの後ね、全員そこのブースにお立ち寄りいただいて、グッズをお一人一つずつお買い上げいただければと思います。あの何かストレスが溜まった時、あるいは何かね悪いことをする時、ぜひこれを使ってください。はい、顔を隠す時はあなたもすぐに柳瀬になりますね。ちょっといたずらするときは、あの柳瀬になるとあのどんなことでもできちゃいますので、はい、柳瀬になってください。そして何か腹が立ったとき、もう今日最悪だったなみたいなときは、もうこのこれクッションですが、ぜひ座布団として思いっきり座ってやってください。ん、違うの、どうしてほしいの、あキモいわ。みんなそうやってやったらキモいでしょ。いいの。やってほしいね。はい、ということでクッション、クッションは2000円ですが、多分150円ぐらいのグッズからいろいろ揃えてますので、はい、ぜひお買い上げいただきたいです。